どうも会社に詳しいたくみくんです。会社の構造なんですけれども、まあ、1,2,3,4,5,7,8 全部読みますね。会社は従業員を養うために存在する。会社は顧客にサービスをするために存在する。顧客から得た収益は税金のためにある。競合他社より共益他社の関係づくりをしなければならない。法令に準拠した会社コンプライアンスを作成しなければならない。会社内部の刑事事件は警察に任せる。会社内部の民事事件が起きないように従業員を見守る。最適な社内環境は終身雇用制です。なあ、その会社っていうのがこうお金を稼ぐっていう意味でやってると、そのお金を欲しいと思ってれば人にお金は与えないですよね。言ってることは、それが経営者だったら、お金が欲しい経営者だったら従業員にお金は払わないと思うんですよ。なので、その会社運営とか会社経営っていうことを、その金欲しさでやるとおかしいですよね。確かにその会社は利潤追求って言って利益を追求しなければならないけど、それはまず従業員を養うためにあるお金ですし、お客様にサービスする際にはさらにいい製品を開発を投じて、お客様からの評価を得るために新しいサービス商品を作るってことですよね。またその収益はその税金のために取っておかなきゃいけないし、払う分にね。で、まあ他を蹴落として自分の若うちだけの会社がって言ってたら、やっぱ競合他社が増えて立場が危うくなりますので、ちゃんと取引と握手のできる共益他社の関係づくりをしなければならない。また法令に準拠したというのは、そこのコンプライアンスがおかしいぞっていうのが、今の現行法で食い違っていたら、その会社コンプライアンスはその犯罪を行うマニュアルになったりするんで、まあ、会社内部のね、なんとかと、会社内部の、最適な社内環境はもう終身雇用制、普通に真面目に働いてれば、ずっと続きますよ、仕事は、っていうことです。